恋愛についてはブレアみたいな感じなんですか、それともセリーナみたいな感じなんでしょうかね。セリーナですね。あ、セリーナかな感じ。ちょっと、うん、男運悪いのでセリーナに似てるな。ちょっと皆さんニヤッとされましたよ。男運悪い、ね、男運がよろしくないのでなくて、なのでちょっとセリーナ風ですね、どっちかっていうと。なるほど。ブレアはちょっと長くちゃんと付き合って、うん、はい、そうですね。なんだかんだ言いながら付き合って長いですもんね。なんだかんだ言いながら付き合ってるんで、うん、私なんだかんだ言って付き合ってないのでね、すぐ別れちゃったり。なるほど。男運が悪いのか、あの選ぶ人がちょっとあれなんですかね、ダルノガルさんってね。多分、私すごい連絡まめにしてほしいとか言っちゃうんで、はい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 、男性が面倒くさくなっちゃうんでしょうね。なるほど。もういいお前とはみたいな。だったら最初から付き合うなよみたいな。え、そのしつこいというのもかなりあれなんですか。もういや、うん、1日10件はしてほしいって感じですね。え、普通じゃない。1日10件メールですか。はい。え、普通だよね。私、毎日あんまりしないかもしれない。あ、え、栗原さんどうですか、1日10件メール欲しいっていう。あの、疲れます、正直言って。束縛が強いような感じがしますね。そこ強い方ですか。ちょっと。あ、いや、ちょっとじゃないと思いますよ。ちょっとだけ。じゃあ10件ですからね。なるほど。男運が悪いのか、要求が強いのか、束縛が強いのかみたいな。もうやめました、もう要求するのは。あ、やめました、はい、もうめんどくさいんで。あ、めんどくさいんでね、うん、ごたごたするのもね、はいはい。うん、まあ、メール3通ぐらいだったら多分 OK だと思いますよ。いや、許容。5通なんですね。そこは譲れないんですね。5通なんですね。わかりました。5通ということで書いておいてください、皆さんね。そして栗原さんなんですが、今年20歳ということなんですね。はい、そうです。はい、ゴシップガールのような今までって、あの、衝撃的な出会いなんていうのはありました、はい、ないですね。やはりこの、たとえフィクションとはいえ、こういう巡り合わせはすごく、いいと思いますね。なんか、まあ、全てもう巡り合わせっていうのはなんか運とかそういうのが全て必要なんですけど、まあ、ぜひこういう出会いが一度は体験したいかもしれないですね、生きてる間は。そう、そうですよね。まだまだ人生先は長いので、はい、まだ、ね、20歳前の方の意見とびっくりしましたけれども、はい、ちょっと勝手な印象ですけど、はい、恋愛願望はお持ちなんですよね、やっぱりね。待ちというか、ただ単純にその巡り合わせがないという感じ。あ、で、その、誰も来ないし、僕も行こうとは思わないという、ね。あえてもう僕の中で恋愛はできればいいと思う程度なんで、僕はある意味本当に、あの、それこそ死ぬまで、あの、あの、彼女とかいなくても大丈夫って感じです。いや、ゲイではないです。あの、普通に聞こえます。聞こえてます。聞こえてますし、言う前に今マイク持ちましたもんね、今ね、ダルノガルさんね。あれ、マイク、自然に持っちゃった。またちょっと今回はゲイネタ抱えそうで心配ですね、なんか。ちなみに、もうお二人も筧さん、ダルノガルさん、すっごい素敵な女性じゃないですか。はい、タイプとかではないんですか。僕、素敵なんですけど、ただ僕にはもう本当にもったいないような方々です。多分、もったいないから入っちゃうからダメなんでしょうね。あ、僕には似合わない、もったいない。なんかもう無理とか、マイナスだからダメなんだよ、プラスでいかなきゃ。なるほど。かっこいいので、ねえ、はい、ねえ、自信持って俺について来いよみたいな。それちょっとガサツすぎて惹かれません、女性としては。いや、全然で、ね、俺について来いの方がいいですいいと思います、いいと思います。あの、アドバイスとして、あの、記憶しておきます。さらっと流した感じはありますけれども、ね、よろしければ後でまた3人さんでね、お話ししていただいて、アドバイスを先輩方からね、いただければと思いますが。さあ、ありがとうございます。さあ、本日ですね、ここ渋谷109スクエア広場ですね、ゴシップガールファイナルパーティー、夜8時まで開催をしていきます。この後ですね、セリーナ、ブレア、チャックなど出演者の等身大パネルが登場します。誰でもですね、主人公たちと一緒の写真が撮れるスペシャルフォトブースとなります。またその写真を SNS に投稿してくれた方にはですね、ゴシップガールオリジナルグッズをプレゼントします。まあ、などなど、とにかくですね、ゴシップガールファンには嬉しいイベントとなっておりますので、ぜひね、皆さんにはご参加いただきたいと、そんな風に思います。さあ、もうお時間はあっという間でございましてですね、最後になりますけれども、皆さんから見どころを一言ずついただきたいと思います。まずは筧さんからお願いしてもよろしいでしょうか。この何年ぐらいだろう、ずっと続いてきたドラマが終わってしまうので、はい、うん、まあ
多分ラストもすごいことになってるんじゃないかなと私も期待してます、うん、はい、楽しみにしてますぜひ皆さんも見てみてくださいはい、ありがとうございます。さあ、ダルナガレさんもお願いします。見どころお願いします。ブレアとか、うん、セリーナさんが着ている衣装がすごい綺麗なので、うん、小物とかもね、うん、すごいこだわってると思うの で、ブランドで、うん、もうそこからこうドロドロ感までキラキラドロドロどっちもあるので皆さんよくもう、ま、真似ね、できるところは真似して行ってみてください。よかったら、ね、見てください。はい、お願いします。ありがとうございます。キラキラドロドロっていうねこの2つのワードいただきました。ありがとうございます。では栗原さんもお願いします。はい、あのこの、まあ、ドラマついに終わりを迎えますけど、でも、はい、やっぱり始まりがあるものは必ず終わりがあるので、それは仕方ないことなんですけれど、うん、でも、うん、これこのドラマを見てて本当にそのみんなキャラクターたちが結ばれるか結ばれないかって思うの、本当に見てる僕らもすごくドキドキワクワクするようなファイナルシーズンなので、ぜひあのいろんな方々にも見ていただきたいです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。さあ、もうあっという間の時間でございましたが、これでスーパードラマ TV プレゼンツゴシップガールファイナルシーズン日本初上陸記念ファイナルパーティーイン渋谷オープニングイベント終了となります。放送なんですが何度もお伝えします。5月22日木曜日夜10時よりスーパードラマ TV にて日本初放送となっておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。